やらしいギタリストの竹下敦です。いやらしいってね、こういうのがいやらしいなんですよ全然悪いことじゃないですね。あのね、今日ご紹介したいのはね、ギタリストではなくてね、DJ ですかね。YouTube 上でね、ラジオ版レコードコレクションというのをね、放送されています。だいたい11時から放送が始まるんですけどね、まさやさんというね、方が、毎日、いろんなアーティストのね、を紹介されています。これね、とても楽しくて、毎日拝見してるんですけどね。まさやさん、ありがとうございます。ね、とにかくね、楽しいんですよ、見てて。何が楽しいかね、ちょっと羅列してみたいと思います。その1、とにかくかっこいい曲をかけるんです。もうね、理屈抜きにかっこいい、聴いててかっこいいなって思う曲をかけるんです。で、そしてその2、チャットに参加するメンバーの方々がね、とてもフレンドリーです。私ね、そんなにヘビーメタルは詳しくないんですよ。とても勉強になります。皆さんお詳しくてね、今日はモトリークルーか、モトリークルーをね、紹介していただいたんですけど、当時聞いてはいたんですけど、私ね、メンバーの名前とかそのアルバム名とかね、全然わかんないんですよ。で、なんとなく音だけこう拾ってね、それで済ましちゃってたんですけど、やはりね、皆さんすごくメンバーの生い立ちとかね、そういうことに詳しくてね、とても勉強になります。チャットで参加されてる方々がとてもフレンドリーで楽しい。そしてその3、まさやさんがね、よく勉強されてます。して好きこそものの上手なれと言いますが、とてもね、音楽が好きなのが伝わってきます。笑顔でね、とてもその曲の魅力をね、楽しく伝えてくださるんですね。これはね、見ていて、ああ、なるほど、この曲のここかっていうポイントがね、きちっとね、紹介されるんです。これはいいですね。そしてね、その4、DJ をやるマセンさんがね、とにかく他の方から吸収する吸収力っていうのがあるんですよ。一方的にこうね、喋る方もいらっしゃる、それもそれで結構だと思うんですけどね、マセンさん、とにかく人の話を聞いて、あ、なるほどね、それちょっと勉強してみようかなっていう、その姿勢がね、とても素晴らしいと思います。よりね、まさやさん自身もこういろんなことを勉強して、もっとこう楽しいお話ができるんじゃないかと、毎日ね、楽しみにしてます。で、きちんとね、時間を守るんです。11時から始まって約0時にね、終了するんですよ。そうするとこちらも予定が立てやすいじゃないですか。11時までに食事を済ませて、まあちょっと軽くね、デザートでも食べて、さーてそろそろまさやさんのチャンネル見ようかなって、そういうね、生活のリズムが一つできるんですよね。で、まあまさやさんやチャットに参加されているメンバーの皆さんにおやすみなさいっていうことで、一日の区切りみたいなのがね、できるんですよ。なんかこうラジオをね、聞いてた時代にジェットストリームとかね、そういう時代のことをなんかね、思い出しちゃって、とても素敵なチャンネルです。これ大変おすすめです。
ぜひね、検索すればすぐヒットすると思いますんで、とにかく勉強になります。し、楽しいです。もう純粋に楽しいです。チャットに参加することも楽しいですしね。なかなかね、まあ、こういうのはノリが合う合わないっていうのはあるんですけどね、私はとても、楽しく過ごさせていただいてます。ありがとうございます。それではね、今日ご紹介したのはね、ラジオ版レコードというラジオ版レコードコレクションというチャンネルをやってらっしゃる、マサヤさんです。ぜひね、皆さんご覧になってください。それでは。See you soon.